わかる、私だって13歳離れてるよ、旦那と。何その、女子トーク。一個みてえな。おめえ、ホモだろ。お、一個も見てんな。私だって旦那と13歳離れてる。お前何歳なの？旦那何歳？一個さん旦那何歳？今日じゃ26か。旦那何歳？一個さん。一個さん旦那何歳っておかしい話だけど、一個さんが男なのにもかかわらず、一個さんってホモなのかな？だとしたら応援したい。え、一個さんってさ、ホモかな？ちょっと、ここだけの話。あんまり、この、公の電波で言えないけど、一個さんってホモかな？わかるー！みたいなこと言うじゃん。あ、ホモなんだ。じゃあ、だから好きなんだ、俺、一個さん。一個収録行っちゃったらしい。ゲイって言われないと怒られるぞ。ね、なんでさ、ゲイはオッケーでホモがダメなの？ホモってめっちゃいい！ものすごく !56! え？ってことはあなた様43歳なんですか？なんかすいませんでした。敬語使わなくて。へぇー！43のババアがさ、俺の望みでどういう感情抱いてんの？これ、あれな？あの、親しみを込めたババアな？どうなの？ 43 歳がさ、俺みたいなさ、ピチピチした。あー、この子肌のツヤ綺麗、わかるーみたいな。インスタ映えマジする旦那の金でよ、 iPhone 契約してよ、パシャパシャ撮りやがってよ。こういうのがやっぱ、あれだな。おばさま。ヒルドラ感覚で見てる。何？うちの放送がなんかガチャガチャしてるから、なんか、トゥン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 、おめえじゃあよ、俺の放送のアラートよ、渡る世間は鬼ばかりのやつにしといてくれ。トゥン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 。いつも俺の渡る世間は鬼ばかりで、渡鬼で、よろしくお願いします。いいね、嬉しいな、43歳のおばさまも見てるんだ。そんなこと言ったってしょうがないじゃないか。お口癖にしとくね。そんなこと言ったってしょうがないじゃないか。いい趣味だな。43で YouTube 見てるって。センスのあるババアだ。頼んだぞ、これからも。主婦のトレンドを今度から教えてくれ。ジュン様。ヨン様みてえに俺のこと担いでくれ。ジュン様。最近はこういう、ジュン様、こういう服着てー！ジュン様の、ね、つけてるネックレス欲しいわみたいなの、ママ友に言って、ママ友に。で、子供も俺の放送見させて。だって大変だろうが、他のなんか YouTuber とかよ、芸能人追っかけてたらよ、やれグッズ買えだの高えだろ、ただだぞおめえ、ただだぞ、ただただただ、0円。ジュン様って呼んでくれ。あんまいじってると離れるぞ。もうコメントしてくれないから、もう多分二度と俺望みることねえだろうな。せっかく初めて勝ち得た主婦層だったのに。ちくしょう。ありがとうございます。呼んでくれてありがとう。頼むから、もう、俺の放送離れないでくれ。なあ。頼むから、見てくれ。昼間、お前を意識してこの時間に月に一回放送するから。見てくれ。お、子供いっぱい産め、お前。いや、いや、だめだめだ。危ねえ、いろいろ悪口。あ、でも40歳だからもう産めねえやとか。いろいろ、ごめん、俺、ちょっとそういうデリカシーがなくて。いろいろ、俺、ちょっとそういう、まだまだ、不慣れな点も多いですが、一緒に成長していきましょう。一緒に成長していこう。な。まだまだこれから、俺たちは。人生40から。人生40から。人生43はギリ埋める。埋めねえよ。夢見させんな、世の女性に。
そこは俺たち男性が厳しく言っていかなきゃいけない。産めねえよ、43じゃもう子供は。35までに産めや、女は。夢見させるな。